はい、今回は急遽土曜日が休みになったんで、以前から仲良くさせていただいている ULG 山より道後の寺澤さんとご一緒してですね、北関東のとある川に天から釣りに行きました。本当はこの日は寺さんとリバーサイドランプラー RSR の川野辺さんの2人での聴講の予定だったんですけども、私が急遽お邪魔させていただくことになりました。はい、今回は聴講を含めて往復10時間ほどのコースでした。普段私が来れないようなところに連れてきていただいて、なんとか3年ぶりにですね、なんと天然イワナをすることができました。とてもありがたいです。やったー、日光じゃない、日光です、日光です。雨の日じゃない、いやでももう日光ですよこれは。アメマスもっと斑点でかくて白っぽいんで、日光系イワナです。ありがとうございま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 す。やりました。正直お山での天から釣りは随分と久しぶりで、ベテラン2人を前にして気遅れしていたのが本当のところでした。いますね。前回の天から釣りは2年前で、しかも乗っていた岩ごと川に転落するというちょっとした事故があって大変な思いをしたんです。なので今回はお二人に迷惑をかけられないなって気持ちがすごく強かったです。でも結果的にこんなに綺麗な天然イワナを釣ることができて、本当にお二人には感謝です。私は建築関係の仕事をしているんで、週に一度の休みしかありません。なので遊ぼうと思うと結構無理したスケジュールを組んでしまいがちなんですが、今回こんな素敵な場所にお二人に連れて来ていただいて本当に素晴らしい経験ができました。余談ですが、私が1匹釣ってる間にお二人はそれぞれ6匹7匹とイワナを釣り上げていました。さすがベテランです。今度は1泊2日でご一緒できるように、管理釣り場とかでもうちょっと練習したいと思います。滝の前に映っている RSR 川野辺さん、私は RSR のネイチャーストーブやアルコールストーブを使っているんですけども、とても火力が強くてすぐお湯が沸く素晴らしい製品です。次回泊まりでの兆候があれば、そちらの製品も動画で紹介できたらいいなと思っています。いやー、それにしても本当に綺麗な場所に連れてきてくれてありがたいです。今回の聴講の打ち合わせのグループ LINE は虹の会、虹の会、また次回。